ハブさんの驚くべき人気、不可思議こそがかのキーワード。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。中国のポータルサイト、百度、バイドゥに21日、驚くべき人気。と題して、プロフィギュアスケーターの羽生譲さん、28、の東京ドーム公演チケットの抽選結果について伝える文章が掲載された。著者はハブさんのファンのコラムニスト。 文章は、来年2月26日に東京ドームで行われるアイスショー、イヤーラハニーアイスストーリー2023、ギフトのチケット先行発売の抽選があったことを紹介。これに先立ち、横浜と八戸で行われたアイスショー、プロローグでは、横浜全滅、八戸全滅といったワードが飛び交うなど、相当な倍率となったとした上で、今回はキャパシティ5万5000席の東京ドームということで、 多くの人が少しは当選しやすいだろうと思っていたと紹介した。しかし、20日に抽選結果が公開されると、やはり、東京ドーム全滅がホットワードになった。落選したファンの悲鳴が、当選したファンの歓喜を上回る結果となったとし、8000席の横浜でも足りず、5万5000席という世界的に見てもトップレベルの会場である東京ドームでも足りないのか、東京ドームでもファンのニーズを満たすことはできない。 誇らしいやら、悲しいやらなどと共嘆だがこれも、彼の圧倒的な人気の少佐だろうとした。その上で、実際、このアイスショーは最も安いチケットでも2万円以上する。これまで一部のメディアが東京ドームほどの大きさの会場でフィギュアスケートのショーを開催することが果たして適切なのかと疑問を投げかけたが、実際のデータがそれに反論しているとし、SNS 上では、 東京ドームの天井からぶら下げてみさせてください。もう琵琶湖を凍らせてハブ君に滑ってもらおうといった声まで上がっていると紹介した。文章は東京ドームが羽生結弦のフィギュアスケートにとって十分の広さを持つのか否か。その謎が明らかになるのは2月26日になるだろう。何しろ想像できること、予想できることはこれまで羽生結弦の行動範囲にはないのだからとし、 すべてを超越して新たな境地を作る。不可思議、常人には考えが及ばないことこそが、羽生結弦るのキーワードなのだと結んだ。翻訳、編集、北田。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。